One of my YouTube subscribers, Mr. Geirdal Bragason, has attached me a documentary video of mummified bodies found in Peru, presumably identified as extraterrestrial creatures. They are now in Incari Institute, Cusco, Peru. These are nothing more than the proof of the existence of extraterrestrial creatures who have visited our planet, the Earth. Or what else do you think these are? 視聴者の一人のゲイルダル・ブラガーソンという方から一本の動画が送られてきました。ペルーで見つかった外惑星人のものと思われるミイラの動画です。現在これらのミイラはペルークスコのインカリ研究所に保管されているそうですが、これこそまさに外惑星人の存在を示す物的証拠ということになるのではないでしょうか。でないというのなら、ではこれらは一体何かということになります。人間の骨格とは全く異なっているということのみならず、地球に住む哺乳動物の骨格とも違います。手の指の数が3本で異様に細く長く、また関節の数も人間のそれとは違うようです。合わせて腕も足も細く、人間より比較的長いように見えます。つまりはこの地球の上ではその重力により歩くのも困難であったのではないかと思われますが、それだけではありません。これらのミイラは極めて高い知的能力を持っていたことを示す付属物を体につけていました。写真で見る限り金属製のものと思われます。で、さらに驚くべきことに、というか日本人の私たちには無視できないこととして、ペルーで見つかったこれらのミイラはその姿様子が日本で見つかっている土偶のそれと大変よく似ています。その比較もこの動画の中でしてみますが、その類似性はまさに驚くべきものです。言い換えると、古代日本に同じ ET が訪問していたと考えることは極めて自然なことではないでしょうか。それを古代日本人、つまり私たちの先祖の縄文人たちが懸命にそれを土偶、つまりは神として表現したということになります。そういう視点で今回ペルーで見つかったミイラを皆さんの目でしっかりとご確認ください。では画面を見ながら皆さんと一緒にこのミイラの持つ意味を考えてみたいと思います。広志林、浜松シティ、ジャパン。動画を見る範囲では、これらのミイラはいわゆる高原砂漠地帯で見つかったようです。保存状態が良いのはそのためと思われます。今レントゲン写真が出ましたが、人間の骨格と違うことは言うまでもありません。肋骨の様子も人間のそれとは違うようです。そして足の指、手の指が3本である点にも注意してください。首が異様に細いということは、少なくとも地球のような重力の強い場所の、あるいは場所で生まれ育った生物ではないということになるのではないでしょうか。そしてこの背中に注意してください。鱗葉といいますか、
細かい点々が残っているのがわかります。この背中の中心部ですね。で、この背中で思い出したのが甲府市にあります山梨県県立考古博物館にありますこの土偶です。この土偶そのものはレプリカですけども、この土偶の肩の部分に注意してください。その様子が酷似しているのがわかります。左は日本の土偶です。右はペルーで見つかった、言うなれば本物のミイラです。この類似性をどう判断したらよいかということになりますが、古代の日本人たちはそういう、ET を見てですね、神と信じ、そして懸命にこのように表現したものと思われます。で、この ET ですけども、レントゲン写真からも分かりますように、決して何て言いますか、よくあるハリボテのインチキミイラではないということです。足の指が3本である点に注意してください。3本指の、ET はですね、例えばロズウェル事件で、見つかった ET の死体の指の数とも一致します。これがロズウェルで見つかったと言われている、あるいはロズウェル事件から漏出した写真と言われているものですけども、足の指の数がやはり3本である点に注意してください。今白い丸で囲んでみました。でとなると、この手の指の数も3本ということになるのでしょうか、指が異様に長い点にも注意してください。3本指で、手も足もですね、3本指である点に注意してください。そして指が異様に長いですね。ということは、ロゼル事件で回収されたこの ET の死体と、そしてペルーで見つかったミイラとはですね、何らか関係があるというふうに考えるのはごく自然なことではないでしょうか。で、今3本指ということを皆さんにご覧いただいてますけども、写真がやや不鮮明ですから分かりにくいかもしれませんけども、3本指です。もう一つ、そのペルーで見つかった3本指のミイラに戻ります。上がそのミイラです。人間の手と比較しても指の長さが違う、イコール関節も多いように思います。ただ肉がついた手のひらがどこまであるか、それが分かっていませんので、単純に指の関節の数をですね、比較することはできません。そして長頭人間ですけども、その長頭が横長に長いので、私林博士は同じ長頭人間でも縦長長頭人間と横長長頭人間に分けて考えています。右はドゴン族に残るレリーフですけども、横長長頭人間です。ツタンカーメン王家族も横長長頭人間でした。比較的後ろ後頭部の方に、つまり横の方に長いから横長長頭人間ということになります。一方、パラカス周辺で見つかっている長頭人間は縦方向に長いので、縦長長頭人間と私は区別して考えています。この目の表現の仕方もよく似ていると言いますか、ドゴン族の方は何かしらこうサングラスのようなものをかけているのではないかと思います。低い鼻、そして目がやや側面についています。そんなところにも注意してください。で、左の上の、ミイラの方はですね、いわゆる下顎の部分が欠けているのではないかと思われます。右の下のドゴン族のレリーフの方にはですね、その下顎が表現されているということになります。つまり左上のペルーで見つかったミイラと、そしてドゴン族に残るこのレリーフに描かれている ET は同じ ET ということになるわけです。そしてドゴン族の ET はですね、
まあ、ドゴン族の言い伝え資料によればシリウスから来たと言われています。ということは左のと言いますか、この左のですね、ペルーで見つかった ET はシリウスから来ているということになるのかもしれません。ともかくもそのコンセプトが大変よく似ているということです。ドゴン族のレリーフに残るエイリアン像もやはり指が長く、はっきりはしませんけども、どうやら3本指であることがわかります。こうして日本、それからペルー、そしてドゴンとつながっていきます。まあ、もっとも一地方だけに来ていると考える方がむしろ不自然ということになるわけです。彼らは自由に宇宙を航行している人たちということになります。つまり日本にいてもペルーにいても、そしてアフリカのマリにいてもですね、なんだおかしくはないということになるのではないでしょうか。ともかくもここで注意していただきたいのは3本指ということです。で、その動画の一部をご覧いただいてますけども、今一人の、まあ、なんて言ったらいいのかな、科学者がこのように検証しています。そしてこれを動画の中に一部出てきますけども、指輪のようなものを指にはめている部分もあります。まあ、現在残っているということはですね、腐食しない金属物ということになります。まあ、ちらっと見えましたね。この今指先に見えるところに金属部分の埋め込みといいますか、のようなものがここに残っているのがわかります。で、リングがあちこちにある。そして先ほどのミイラの方はですね、手のひらに円形の金属物体のようなものが入り込んでいるのがわかります。まあ、このような形で現在私たちは、まあ、動画として見ることができるわけですね。この指の骨の数は人間より1本多いと思われますけども、はっきりしません。先ほどのドゴン族の、ドゴン族じゃありません、あのペルーで見つかった、冒頭でお見せしましたミイラの方はですね、もう1本か2本、まあ、関節の数が多いように見えます。まあ、これからの研究検証に委ねたいと思います。まあ、このような形で現在検証が進んでいるわけですけども、先ほど言いましたように、これこそまさに ET たちがですね、太古の昔から地球を訪問していたという動かぬ物的証拠ということになるのではないでしょうか。まあ、これ以上の証拠はないと断言してよいほどの証拠ということになります。まあ、これを否定するということになりますと、ではなぜそうではないか、そうではないという証拠を逆に出していただきたいというふうに私は考えています。この目に注意していただきたいんですけども、後で紹介しますけども、この目を表現したと思われる土偶も日本で見つかっています。下の、まあ、ミイラはですね、大変小さいミイラと思われます。身長が十数センチぐらいしかないと考えられます。そしてそのミイラと同じ表現をして表現されているのが右の日本の土偶ということになります。特に目の表現の仕方ですね、大変よく似ていると思います。日本ではこのような土偶がですね、見つかっています。つまり古代の人たちは神々の姿を像として表現したということになります。その心は今の私たちに共通しています。どこの誰が隣の姉ちゃんやおばちゃんを像にして仏壇や神棚に飾りますかということになるわけです。特に右下のこの土偶の目に注意してください。私はもう同じと判断してよいかと思います。で、右の方は頭に何かの装置金をつけているように思われます。そして左はミイラですけども、右はですね、宇宙服のようなものを着た土偶ということになります。手の指が3本である点に注意してください。左も3本、右も3本、このようにして世界がですね、
一つにつながっていくということになります。左は、まあ、南ペルー、右は縄文ジャパンです。そして土器にも同じようなものが表現されています。各地の考古館ではこれをカエルと表現しています。カエルなんかではありません。左は井戸尻考古館に展示してある土器です。やはりよく見ると指が3本であることがわかります。そして頭が小さいということですね。でもう一度山梨県立高校博物館に戻りますが、この肩の部分ですけども鱗というふうに私は判断していましたけども、その一部がミイラにも残っていました。背中のこの部分に注意してください。つまり左の土偶はカエルではなくて、まさしく宇宙からやってきた ET を表現したものということになるのではないでしょうか。またそういう視点で見る方が正しいということになるのではないでしょうか。ということでペルーで見つかったミイラについての検証をしてみました。 Bye for now.